東京都は重点措置に移行した後、飲食店での酒の提供について、少人数での利用や滞在時間を限定することなどを条件に認める方向で最終調整をしています。現在も予断を許さない感染防止対策の徹底を引き続きご協力お願いしたい。関係者によりますと、重点措置へ移行した後の飲食店での酒の提供について。 少人数での利用に制限した上で、滞在時間は90分以内とし、注文は17時から19時までとする方向で調整しています。人数は2人以内を軸に調整していて、この後小池知事が会見で詳細を説明する予定です。一方、東京都は先ほど新型コロナウイルスに新たに453人感染したと発表しました。先週より18人増加し、3日連続で前の週を上回りました。